はい、皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版スノータウン編、実況の方やっていきたいと思います。前回はですね、人口の方が7500人突破して大きな町になったところで、終わっておりました。今回はこの続きからですね、はい、やっていきたいと思うのですが、まあ、先に、続きというか人口を増やす前にですね、この水道の問題をなんとかしたいので、供給量の方ですね、ちょっと確認するとですね、浄水、下水ともに、黄色ランプじゃないですね、まあ、黄色信号になっているのでですね、一つずつ、浄水と下水ともに一つずつですね、追加で、置いておきたいと、設置したいと思います。はい、ただいま設置しまして、時間をちょっと早送り、してみます。これで消えてくれるとね、いいんですけどね。あ、消えましたね。汚水のマークも消えてますので、まあいいことずくめではないでしょうか。それでですね、あとコメントを、前回の動画のコメントですね、いただいております。いつもありがとうございます。お昼間というか日中ね、水道料金の予算下げてますかっていう、だから夜に、水道のね、供給量がね120に戻ったのかなと思うんですけどって、コメントいただいてるんです。で、ちょっと、あ、もしかしてと思って、経済のですね、予算の方を開けたら、はい、これが昼寝、夜 100%、 実は予算下げてたんですね。私もすっかり忘れてたんですけど、多分初期、最初のね、まあ全然もう黒字にならなくて赤字ばっかりの時にですね、無駄だからちょっと 10% くらい下げておこうかって多分言ったと思うんです。で、そのまま、下げたまま、すっかり忘れていたっていう感じですね。まあ今のところ下げたままでも特に問題はなさそうなんで、このままちょっと置いていきたいと思います。はい。まあ道路もね、道路の設備車、除雪車の稼働台数が変わる。ゴミは戻しとこうか。その代わり、ゴミは夜の方を、あ、9時じゃない。夜の予算を、これだ、90% にしておきましょうか。ゴミね。はい。で、まあ、水道はどうなんだろう。水道も夜の方がいらないよね。90% なんじゃない？で、電気ね、電気ちょっと暖房がまだ完備してないんですよね。今のこの状況だったら、ですね、この普通に、それでも黄色信号なんで、もう一つぐらい追加でね、どうしようかな、作るべきかなと、思っておりますのと、あと、そう、この道路、この、はい、アナストリートですね、自家用車禁止ってできなかったからやりたいんだけどっていうコメントに対しても返信いただいてます。ありがとうございます。あのね、あのパソコン版、Steam 版だけだったと思うんですけどっていうふうに、コメントいただいてます。畜生、 PS4 版は何もできないのかよっていう感じなんですけどね。はあ、なんかあれですね、 PS4 も Steam もあとスイッチも出てるのかな、出てるよね。同じようにね、3つの、なんて言うんだろう、違う異なる機種ですけど、同じようにこうできるようになったらいいなぁなんて思ったりします。はい、3つ全部ね持ってたらそんなご不満はないんですけどね。3つちょっと全部持ってないんで、今のところあるの、PS4 だけなんでね。本当はちょっと熱盛とかもやってみたいんですけど、はい、まあ雑談は置いといて、コメントとりあえずありがとうございました。で、需要のバロメーターがね出てるので、ちょっと追加で、いろいろ地区をいじくりたいと思います。はい、ちょっといじくってみましたというか追加してみました。前回のね最後の方で、ここのオータムハイツね、開発中だったので、ここをですね、ここにですね、住居、まだ引っ越してきてないのがあるので、住居エリアはまあ追加で置かなくてそのままにしましてですね、ここに林業のエリアを追加しまして、あとここにちょっとだけ商業区画も追加しております。
はい、まあ、本当はね、ここにドドンとでっかい商業施設エリア作りたいんですけども、まあね、いかんせんちょっとね、遠い、いや遠くないな、ここのね住居と近いんでね、住民が病気になる恐れがあるので、ちょっと今回は見送るという形を取らせていただきました。はい、どうしようか、どうしようか、いろいろね、暖房の方とかも、てか道路結構凍ってるね。意外とあれかな、これ一つ予算確か少なくしてたよね。予算ちょっと、あ、今夜なんだね。昼も 100% に道路一瞬一時的に戻します。はい、で、これで、で稼働中の乗車が一つ増えて10台ね、フル稼働今しておりますけれども、ここあれか、接続できないからちょっと混んでるかな。こういう感じ、あ、そうか、接続できるようにしたら話しないんじゃない。こうかね、渋滞の可能性もあるからね、なんとも言えないんだけどね。絶対この四つ角で渋滞するでしょ。今は一番低い、この一番低いというか交通量がね少ない二車線道路だから信号も何もないんでね、渋滞してないけどね。で、はい、ここね、こっち側、正面から見て、まあ、左側ですね、クレッセントパークやら、ライアローズパークやら、リンテンパーク、この3つ、暖房が足りてませんというふうにね、アイコンが出てますので、こちらにも、こっちはこうしようか、これにしようか、この、地熱の暖房プラント、エコのやつね。熱出力が80メガワットなんで、今97で、まあ、いけるでしょうという形なんでね、ちょっとここで作りたいと思います。はい、ここにですね、一つポンと、ボイラーステーション、接続させてもらいました。どういうわけか、熱出力がね、65メガワットなんですけれども、おかしいなぁ。これ、80いけるはずなんだけどな。はい、そしたらね、ちょっと引いてみて分かるように、このクレッセントパーク、ブライヤー、ローズパーク、リンデンパークの、暖房のね、アイコンが消えました。で、代わりにちょっと目立ってんね。ゴミか？はい、ゴミでね、集積所がちょっとパンパンになってるのが、目立ちつつあるので、ゴミのね、処理所、この焼却炉を建てていきたいと思います。はい、ということでですね、ゴミの焼却炉、3つ、ポンポンポンととりあえず手始めに、建てておきました、この3つね。はい、さっさとね、回収して燃やしつつ、なんとかしていただけたらいいなという感じで見てください。はい、いろいろね、まあ、自家用車も混じってるんですが、ゴミの車、ゴミの集積車、収集車等々がいっぱい出たり入ったりしてますね。気持ち悪いです。はい。あら、暖房不足のマークが出てますね。どういうわけだ？通ってない。なぜ？ここがアップグレードしてない。はい、これでアップグレードしたのでね、これでいけたと思います。で、お金にちょっとね、余裕が出てきたので、各区画、各地区の方にですね、一つずつ、まずは消防と、あとはこの、警察署、一つずつ建てたいと思います。とりあえず今ね、マークが出てるところ、はい、この泥棒のマークね、出てるところを優先的にね、立てていけたらと思っております。ということで立てましょう。隣同士の方が、あ、待って、お金に余裕があるとか言ったけど、嘘だわ。1個立てたら2826ドル。あ、ちょっと桁間違って読んでた。10万ドルあると思ってたんですけど。桁間違ってます。10万ドルじゃなかったね。はい。読み間違えてました。すいません。ということで、まあ、貧乏ではないけども、ちょっとまた苦しくなってきたところですね。まあ、もっともっとお金の方、
生み出してくれよみんなっていう感じなんですけれども、さあただその雪の凍結ね、ちょっとまあマシにはなってきたかな。予算というか、資金繰りいろいろ見ていきましょう。細かいところ見ていきます。まずまあ防火のね安全度全然ないのは分かってるんです。なぜかというと、一つしかないから今のところね。はい、で犯罪もね、まあまあ2つしかないから、でも犯罪発生率 8% ってまあ低めですよ。はい、2つしかない割にはね低めです。健康度もね、あ、医療の充実度があれだね、緑になってる。1個しかないのにね。平均健康度は 56% なんですけれども、で小学校は一つもありません。高校もないです。大学もなくて、公共のね、図書館も今のところ何もないですね。はい、なんで真っ赤っかです。ここの市民たちは、勉強ができません。まあね、各自でスマホとかそういうのをダウンロードしたらできるかもしれないけど、まあこのシステムないのかな、わかんないけど。で、市民のね幸福度、多分住居が一番低いのは、そのそういったサービス的なものがないから、何もないからなんでしょうね。まあ、お金がね増えたらどん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 増やしていくつもりなんで、まあ45からまあ70ぐらいにはなるんじゃないかなって言ったところでしょうかね。あと人口はまあまあまあいい感じに増えてるかなと言ったところです。パッと見て、10代と青色って何、青年かな、青年が多い感じですね、イメージ的に。逆に緑、ちょっと待って、緑は10代でしょ、で高齢者があれ何色って言うんだろう、高齢者あんまりいないですよね、なんか。いやいや、でもパーセンテージ的な高齢者、大人が多くて次に高齢者が多いんだ。そっかそっか、うーん、まあどんどんね子育て、頑張っていってほしいところではありますね。で地価の方も当たり前なんですが、そんなに高くはありません。あと特殊施設とかね、何もないのも真っ赤な状態でございますと。で、外部のね、接続なんですけれども、ここ。はい。輸出。ちょっと前までは商品が 100% だったんですけれども、今、現在は木材がですね、45%、40%、43% くらいかなって言ったところでしょうか。輸出の合計993なんですが、輸入で734、何が輸入一番多いかというと、なんでか木材の輸出が多いのに、木材を輸入してるんですよね。半分以上、どういうことかわかんないんですけど。あ、これあれか、ここに必要なのとかわかるんだね。木材ってどこでいるの？ここでいるの？え？輸出してるのに？わかるわけわかんないんだけど。はい。で、あと、まあ、交通量出ました。渋滞ですね。はいはいはい。ちょっと、出てますね。ここのリンデンパークなんですが、はい。今回も来ましたね。今も渋滞してます。ここの高速道路の出入り口。どうやらですね、直線まっすぐ行くのと、あとまあ左、車から見たら右か、右に曲がるのが多いのかなといった印象でございます。右に曲がった車がそのまま右に曲がったりして、まあだからあれだね、あの工場とかそういうところに行くんですよね。これをなんとかできたらいい。ここが詰まっちゃうと困っちゃうんだけどね。右に行きたいんだよね、右に。はい、こういう時はどうするんだろう。右に行きたい時ね。今ならまだあ、やっぱラウンドサークルする？もうちょっと待つ？どうしようか。ちょっとお金まだ余裕ないんで、今まだ5万4000ドルなんで、15万ぐらいになったら、ラウンドサークルね、作ってもいいんじゃないかと思ってるんですけども、ここのね、3つ、4つ、これか。はい、石炭の火力発電所を使用してますので、ちょっとどうかなといったところですね。とおしゃべりしてる間に人口が今ちょっと一瞬減ってましたね。
原因何なんだろう、わかんないけど、まあこんなとこ嫌じゃんって思われたのかもしれないです。それはちょっと勘弁してほしいな。さあさあさあと喋ってる間に需要バロメーターまた増えてきましたので、またね、道を道路を引いて、市民を呼び込みたいと思います。はい、どうでしょうか。1000万人までね、あとまあ、60人ぐらいに、のところまでなんとか、やってきましたが、さあ、ですね、特にそんなに増やしてはないんですね。まあ、ここはこうちょこ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 っと増やしたところと、まあそんなもんかなって感じの、おっと、ここ汚染か？あと、ここ黒いのはですね、大火事がありまして、やっぱりね、木なんで燃え移るのは結構早いんでね、これで見ていただいたらわかるように、消防署の数をですね、割と増やしました。ポンポンポン。それでもまだ赤いのは赤いんですけれども、まあもうちょっとね、ちょっと増やせていけたらいいかなと、は思っております。真ん中とかに全然あの消防署ないんで、ちょっと置いとこうか、こんな感じでね。であと暖房のね、供給がちょっと微妙なんですよね。あ、はい、おめでとうございます。人口が1000万人到達しました。小都市になりましたということ で、新しいサービス、特殊施設のレベル6、鉄道、モノレール、ケーブルカー、あと新しい条例で小規模事業支援と大規模事業優遇ですね。はい。それと産業区画の、計画。産業区画計画ってなんだ？あと、ハイテク住民税、ハイテク住民、ハイテク住居の導入。あと、高層建設禁止。新しい道路でケーブルカーが、とかモノレールがね、使えるようになったんで、それのケーブルカー用のケーブルとか、モノレールの線路、4車線道路上のモノレール線路、単線モノレール線路、2車線道路上のモノレール線路と、新しい設備でですね、施設で鉄道駅、貨物駅、複線鉄道駅、複線ターミナル駅、ケーブルカーのターミナル、停留所、ケーブルカーの停留所、モノレール駅、道路接続モノレール駅、モノレールバス乗り換え駅、地下鉄からモノレールで鉄道の乗り換え駅。そんなのあったっけ？あるんだね。はい。で、あと水力発電が使えるようになりましたというところですね。なんですが、はい。次回は、この暖房のところを、まあ、なんとかしつつですね、一応情報ビューで見ていただきます。交通量。はい。赤いところがちらほら、見受けられてきてるので、道路の改革の時かな。それともちょっととりあえず交通ね、これだけ便利になったんだから、交通、まあまあ、使えるのも増えてますので、何か交通を、とりあえず手始めにやっぱりバスからかな。やっていこうかなと思っております。で、結構ねこのエリアもまあまあ埋まってきたのでですね、ひょっとしたらもう一つ新しい区画買うかも、区画じゃないな、エリア買うかもしれません。はい。で、コメントねいただいてました。暖房はね経費かなりかかるんですねと、いつかやってみようと思うんですけども苦労しそうですってことなんですけど、まあ暖房よりも何よりもこのなんだ、その暖房の水道管を引くのが経費結構かかるかなと。あとはもう引いてさえしまえばこの辺りは別にそんなに言うほど経費かからないんじゃないかなと思って、あとこのマップはなんだろう、雪降ってるのもあるんですが、見ていただいて分かるようにこう傾斜がね結構多いマップになってるので、ね、なかなかちょっとこう道路が引きづらいなーなんてちょっと思ったりもするんですけども、まあここまでね、知識ほとんどない私ども、まあ、リスナーさんの力を借りてなんとか、やっていけてるので、ビクビクしないで頑張ってというか、はい、普通にね気軽に、やっていただければいいかと思います。はい。それでは今回の動画を見ていただきありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。